どうもバイスです。さあ今回もやっていきましょう。今回は1月30日より開催されるフェイトステイナイト20周年キャンペーン。20周年か、フェイトに出会ってからもうそんなに経つんだね。まあワイはディーンのアニメくらいから入ったのでサイコさんってわけではないんですが、感慨深いものがあります。20周年本当におめでとうございます。さて20周年を記念して開催されるキャンペーンなんですが、大小サーバントの中から1期&20周年記念概念霊装を1枚プレゼントとなっており、まさかのまさかのまさかの星5セイバーのアルトリアが配布されるという、 FGO 君では激レアクラスの星5サーバントばらまきとなってます。もちろん他の選択肢もあるんですが、フレポでゲットできたり工場サーバントだったりするんで、アルトリアが宝具レベル6になってないとかだったら聖杯運用も視野に入れつつゲットしておくのが良さげかな。効率度外視であんまガチャ回さないんで、今のうちに絆ヘラ作っとくわってのもなしなわけではないけど、基本はアルトリア一択ですね。ヤリニキ、メデューサ、メディア、小次郎はフレポからでも出るので基本はスルー推奨。ただもしかしたらこのタイミングだけ社長イラストの小次郎が手に入るとかだったら考えるかな。ギリギリまで何が起こるかわからないからね、様子見も必要。概念霊装の方は多分いつもの微妙なスペックの霊装だと思うので基本イラスト重視ですね。個人的にはついてこれるか、ノエミヤさんが好みだったりします。でもよく見たらこれ交換したサーバントと霊装がセットになってるのか、アルトリアさんを交換した場合はアルトリアの霊装になるとイラストが人質に取られた。こういうところ人類役。はい、そして20周年キャンペーンがあるということはもちろんピックアップも同時開催されるようで、この流れは誰かしらの強化クエストとか来てもいい流れですね。ワンチャンアルトリアさんがまた強化される可能性もある岩って感じです。本当に強化来たら何回目かな。ただ今でもだいぶ強いサーバントなんで、ヘラクレスとかエミアにスポットが当たる可能性もありそうですね。最近とりあえず NP 増加つけとけみたいな流れあるしね。ピックアップされるサーバントは配布対象になってる7期なんですが、霊装だけ期間限定の霊装が復刻されてますね。星5概念霊装は願いの先一つでスター集中とバスター 15% アップ、ステータスは体力よりなので純粋な性能という意味では微妙。イラストはだいぶエモい。星4概念霊装は占有一つでアーツバスター防具威力を 10% アップ、ステータスは ATK 特化。星4の中ではそこそこありな方ですが、追いかけるほどではないかな。星3概念霊装はその瞳は逃がさない、一つでクイック 5% アップの NP20% チャージ。星3霊装で NP 増加がついてるのは結構珍しいので、フレポで回して保管しておくのもある岩って気もします。ピックアップの内容的にはアルトリアさんが死ぬほど欲しいとかなければスルーしていいやつですね。あとは強化が来たら強化内容次第のところもあると思う。最近は星4のすり抜け率が減ってるんで、ヘラクレスやエミアもゲットしやすいはず。配布アルトリア1体で満足できない場合はガチャで宝具レベル2以上にして即戦力にするみたいなのもありかもしれない。ところでサムレム出張中の金色のやつは仲間外れなのかな。つうかこいつの宝具レベル上げたいんじゃが、いじめかっこ悪いよ、配布サーバントの仲間に入れてあげなよ。そういうところだぞ FGO。 最後に20周年記念ログインボーナスもやってますね。珍しく石40個くらい配ってくれるらしいんで、FGO から逃げずにログインしようね。 RT キャンペーンはきっと達成するんで最大60個くらい配ってくれるはず。では今回はこの辺で、30日の公式生放送も忘れずに見ましょう。放送がいつもの公式 FGO チャンネルではなく公式タイプムーンゲームズなのはお忘れなく。もしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。バイスチャンネルでした。またね。